ちっちゃなリスの大きな夢。第一章、リスのルーシーと森の仲間たち。ある日のこと、深い森の中にちっちゃなリスのルーシーが住んでいました。ルーシーはその森で一番小さな子供で、森に住んでいるどの動物よりも小さかったんです。ルーシーはいつも森の仲間たちと一緒に遊ぶのが大好きでした。でもルーシーはとっても小さかったから、森の仲間たちが遊ぶゲームについていけないことがよくありました。特に大きな木に登る遊びはルーシーにはとても大変でした。でもルーシーは一人で頑張って木に登ろうとしました。ルーシー、疲れちゃった?とウサギのロビンは優しく尋ねました。大丈夫だよ、とルーシーは元気に答えました。彼女はいつもポジティブで笑顔を忘れませんでした。でもなんであんなに大きな木に登ろうとするの?とキツネのフレディが疑問に思いました。だって私もあの大きな木のてっぺんに登ってみたいんだもん。だから頑張るんだよ、とルーシーは力強く宣言しました。そして彼女の目は大きな木の頂上に向けられ、その目には夢と冒険がきらめいていました。第2章、ルーシーの特別な訓練。その日からルーシーは毎日のように大きな木にチャレンジし始めました。いつも一人で一生懸命に登っては途中でくじけてしまいます。でもルーシーは決して諦めませんでした。あれ、ルーシー、また木に登ってるの?とカエルのカールが驚きました。でもなかなかうまくいかないよ、とルーシーはちょっと寂しそうに答えました。でもその目にはまだ夢を追いかける強い意志が見えました。ある日、空から降りてきたのは鳥のトムでした。トムはルーシーが毎日木に登るのを見ていて、彼女の努力を褒めました。ルーシー、君の努力はすごいよ。でも木に登るだけじゃなくて飛ぶことも試してみたらどうかな?とトムが提案しました。ルーシーはちょっと考えてからにっこりと笑いました。いいね、トム。私、飛ぶ訓練、やってみるよ。それからルーシーとトムの特別な訓練が始まりました。トムはルーシーに飛び方を教え、ルーシーは一生懸命に練習しました。最初は難しくて何度もつまずいたけど、ルーシーは諦めませんでした。そうして彼女は毎日少しずつ飛ぶことを学んでいきました。第3章、ルーシーとトムの冒険。ルーシーとトムの特別な訓練は続きました。ルーシーは飛ぶことに自信をつけてきて、森の中を飛び回ることができるようになりました。最初は少し怖かったけど、トムがいつもそばにいてくれたから、ルーシーはどんどん上手になっていきました。森の仲間たちはルーシーの成長を見て驚きました。ルーシー、すごいね。あんなに高く飛べるなんて、とキツネのフレディは感心していました。ありがとう、フレディ。でも、まだまだだよ。もっと高く飛べるようにならなくちゃ、とルーシーはまだまだ成長することを決意しました。そして、とうとうその日が来ました。ルーシーが一人で飛ぶことができる日が。森の仲間たちはルーシーを見守りながらドキドキとワクワクの気持ちでいっぱいになりました。ルーシー、大丈夫だよ。君ならできるよ。と鳥のトムはルーシーを励ましました。ルーシーは深呼吸をしてそっと目を閉じました。そして勇気を振り絞って飛び立ちました。空に向かってどんどん上昇していき、とうとう森を見下ろすほどの高さに達しました。やった、私、飛べた。とルーシーは喜びました。その時、彼女は初めて自分の夢に一歩近づけたことを実感しました。第4章、最大の挑戦。ルーシーが一人で飛ぶことができるようになった日から、とうとう森で一番大きな木に挑戦する日が来ました。その日、森の仲間たちは集まり、ルーシーの大冒険を見守りました。ルーシー、君ならできるよ。頑張って。と、ウサギのロビンは声を張り上げました。ありがとう、ロビン。と、ルーシーは自信満々に答えました。そして、大きな木の方に目を向けました。その木は、とても高く、雲に触れそうなほどでした。ルーシーは、深呼吸をして、飛び立ちました。空高く舞い上がり、大きな木の枝に向かって進みました。途中で風に煽られたり、枝にぶつかったりして危ない場面もありました。でも、ルーシーは諦めませんでした。森の仲間たちは息を飲みながら、ルーシーの挑戦を見守りました。そして、とうとうルーシーは大きな木の頂上に到達しました。やったー、登れたよ。と、ルーシーは声を上げました。その声は森中に響き渡り、みんなの心を満たしました。みんなは拍手と歓声でルーシーを祝いました。そして、その日、ルーシーは森で一番高い木に登ることができる唯一のリスになりました。第5章、ルーシーの大きな夢が叶う。ルーシーが大きな木の頂上に登ったその日から、彼女はもはやちっちゃなリスではありませんでした。彼女は大きな夢を叶えたリスになったのです。ルーシー、すごいね。君は本当にすごいよ。と、カエルのカールが声を上げました。ありがとう、カール。でも、これもみんなの応援があったからだよ。と、ルーシーは感謝の気持ちを込めて答えました。そして、彼女は嬉しそうに木から降りてきて、みんなと一緒に喜びを分かち合いました。それからというもの、ルーシーは森の仲間たちから尊敬され、彼女の冒険の話は森の伝説となりました。森の仲間たちもルーシーのように自分の夢を追いかけることを学びました。そしてルーシーはいつも言いました。大切なのはどんなに小さくても自分の夢を追いかけることだよ。そしてその夢を叶えるために一生懸命に努力することだよ。それができれば誰でも大きな夢を叶えることができるんだ。その言葉は森の仲間たちの心に深く響き、ルーシーの大きな夢はみんなの夢となりました。そしてその森はこれからもたくさんの夢と冒険であふれていきました。そしてみんなが幸せに暮らし、夢を追い続ける森となったのでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。この絵本を気に入ってもらえた方はチャンネル登録といいねをお願いします。